ケメンって思っちゃってすぐ帰るかもしれないみたいなとなっただけだよ。これは強敵だわ。13枚なかったの？すまないです。終わらせて終わらせて終わらせて。マイナビニュースをご覧の皆さん、こんにちは。飯野和秀です。ビオラ奏者と作曲家をしております。よろしくお願いします。岸田総です。物理科学者をやっております。山本和成です。ビートボクサーでスクールを経営してます。坂口隆です。内科医と、一応事業をやっております。北森聡です。会社経営者です。もともとバチェラー、バチェロレってファンでいまして、で自分もこういうふうなことあったらこういうふうにしたいなとか、こういうふうに僕だったらやるのにとかすごいよく考えてたので、出演したいなっていうふうになんとなく思ってて応募しました。あとはやっぱり結婚感とかもこうだんだん結婚とかしたいなって思ってきたので、いろんな人に出会えるかなと思って参加してみました。僕はですね、まあ、あんまり好きな人がなかなかできない状況の中で、日常の延長線上では出会えない人に出会えるんじゃないかなっていう期待と、あと、まあ、単純に好奇心から参加を決めました。愛について結構手触り感がない人生を送ってたんですけど、ビートボックスのスクールで下は5歳からレッスンしてるんですけど、家族で送迎に来たりする時のその家族の形を見てるとすごく愛らしいなって、家族がって思って、自分も家族欲しいなっていうところから参加を決めました。僕は仕事とかこういう交友関係とかを優先しちゃって、あまり恋愛をこう優先できてなかったので、もう恋愛のことだけ考えて、向き合っていきたいという思いからこの旅に参加しました。僕もですね、21歳の頃から会社をさせていただいておりまして、まあ、なかなか恋愛は、まあ、二の次になっている、そんな中で今回のお話がありまして、まあ、恋愛だけに集中して、そして、まあ、あわよくば、まあ、運命の相手だったらすごい自分としても結婚っていうところを見えるんじゃないかなと思って参加させていただきました。初めて会った時、いやもうイケメン、僕初めこうパンって目に入ったのがサトシだったんですよ。でサトシ見てうわイケメンって思っちゃって、イケメンがいると思って、うわ怖いと思って、すごく不安になりましたね。でみんな背も高いし、全然話すまでどういう人なのかわからないから、だから仲良くなれるのかなとか、共同生活一緒にできるかなっていう不安の方が最初は大きかったです。はい、まずはありがとうございます。正直僕それで言うと結構日常生活だと身長高い方なんですけど、いざ行ったらもう下からかかった方が早いですし、なんか筋肉ある人めっちゃいますし、結構自信満々で行ったんですけど、みんな見た時に結構不安と言いますか、これもしかしたらすぐ帰るかもしれないみたいな感情は当時湧いてました。初めて会った印象はなんか結構飲み会とか行ったら結構自分が場を回すことが多いんですけど、もう初めこの2人がすごくってもうすんごい回すしね、笑いも取るしで発言するしで、あやばい関西人の俺もここじゃ活躍できへんのかなっていう印象でした。そうだね。いや俺も全然そんな、それで言うとだ乾杯最初したじゃないですか。あ確かに。で、あそうだね。提案。ローセレモニーじゃなくて何でしたっけ、カクテルパーティーいきなり仕切ったじゃないですか。あの二つはもうインパクトすごいですよ。高卒力がすごい二人の。確かにそう見られちゃう。なるほどね。そこか。いやそんなことないんだけどね。そうです。そうよ。たまたまそうなっただけだよ。なっただけだよ。いやなんか中心人物の2人が来たんだなみたいな。そうで、でもそれで言うと感じました。そうくんが仕切った時、仕切った時に
あの時期というか、うん、やっちゃった時ね、うん、あの時でやっちゃったというかね、やった時ね、あれを やられた時にはあ、すごいリーダーシップの人いるって思ったし、うん、思うよね、思うよね、うん、これは強敵だわってめちゃくちゃ思った。いや、まあ、なんていうの、まあみんながこう、ベクトル見てたから、同じ方向に、うん、逆をついたというか、それだけの話なんだけど、そう、そこのクレバーさがさ、起点もね、効く、うん、そう、だいぶ迷惑でしたね、僕でしょ一番最初に行こうとして、うわいや、でも、いつって思ってました。なんとなく、一番最初に行く人多いだろうなって雰囲気があった、はい、最初集合した時に、ゆうたろうも僕、一番最初に行きますみたいな言ってたし、さとしも最初行くって言ってたから、そうですね、あ、これ多分、殺到するなと思って、うん、殺到したタイミングでこれ行こうと思っていや、だからそこら辺うまいよね。いや、うまいですね。それだったらうまいじゃん、うまいじゃん、ね、登場うまいだから、ね、いや作詞だよ絶対だって5分の1で最初の方じゃんっていうのも、だからそれもだからうまいな、すごいね、うまかったね、じゃ考えましたからね、最悪でも5っていう、そう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 、そうなんよ、うまいよね、あれはめっちゃ考えましたね、正直もうこの話でだいぶ脱線してますけど、なんで13枚なかったの。いや、あれ、人生もありましたでしょ、13枚こうやって当たったんですけど、まあ、やっぱ僕待つにつれ、まあ、いつね、ベルが鳴るか分かんないですし、もう早めに当たらないと不安しか募らなくなって、絶対焦り生まれるんで、じゃあもう、本当そうなんだ、ただ1番を狙いに行くと、これまたいやらしいなと思ったんですよ。じゃあどうやればいやらしくなく、かつそういう演出ができるのかって時に、トランプあるんじゃねみたいな、そんなところで考えましたね。いや、絶妙だよ、思いつかなかった、素晴らしい作戦、ありがとうございます。いやー、すげーと思ってみんなかっこいいし、で、なんかもう、もう本当にでかいっていうのも思いましたし、なんなら、だからもうどう勝つかとかじゃなくて、みんなの職業当てゲーム一人でやってましたノートに、こいつ多分これだろうなみたいなまあでも、まあ勝てる気正直しなかったですね、最初みんな見た時、はい。まあ、でも考えてきたことを やっていくっていうことで、まあ、僕は精一杯だったっすね。その要は武井さんとあんまり会える機会がないから、やっぱ自分で考えてどういうふうにしなきゃいけないかってあるから、うん、なんか考えてきたことを出し切れるかっていうところに僕は力注いだんだ。あの周りが結構いろんな職業があったりするじゃないですか。で、多分やってきたことアピール合戦になっちゃうのかなと思ったんですよ、初めて。だからもうあえてそこは捨てて、もうおちゃらけるっていうか、普段の雰囲気はこんな感じみたいなのを出すのにすごい注力しました。なんか疲れちゃうからと思って、秋さんがいろんなことこれやってこれやったって聞かされると、確かにふざけちゃえっていう、そういう感じでした。それで言うと自分逆だね。あの、この身なりだから、確かに確かに、おちゃらけるとやばいっていうのを最初に会って気づいたなるほどやばいんだって、はい、これ以上その表っていうかステージング的なことやったらまずいんだってなったから、逆にどんだけ真面目ですよっていうのが、なんか言い方欲しいかもしれないけど、そうをちゃんと伝えられるかを考えなきゃっていうのが、いきなりなんていうの、作戦チェンジじゃないけど、そういうのはあった。まあでも俺も猪野くんでしょ、もう緊張しすぎてて、もう初めに自分にプログラムしたことをやることしかできなかった。僕は、まあ、皆さんそれぞれ武器あるじゃないですか。まあ、ビオラ弾いたりとか、ビートボックス弾いたりとか、まあ、セロトニンやったりとか、あれは大きい、あれは大きいよ、あれは大きいよ。でも強い、でそういうのは強みあるからこそ、僕はあのとこ言葉、まあ、それこそ待ってる時間多いので、ずっと考えてましたとか、ずっとこう思ってましたって多分みんな言うんだろうなと思ったんで、それをどう行動で表すことができるかっていうのをすごい考えて、ものを作ったりとか、手紙を書かせていただいたりとか、そういうことをいろいろなんかしてきたなとは思います。うんうん、それ結構もう考えてきた。いや、全く考えてなくてですね、正直ついてみんな武器ありすぎるなと思ってもうこれ僕の武器ってなんだろうと思った時に、やっぱ考えることが得意だなと思ったので、もう相手のことを一生懸命に考えようっていう、もうその時その時でその場で、あの、まあ、現地であるものを探して何ができるかっていうのを探ってました。いや、情報戦あったじゃん。情報戦あったよ、あったね、あったよ、あったね。最初の方はやっぱみんなが自分が引き出した情報をこうなんていうの、交換材料とかにしてるじゃないですか。そう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 、はい、これ秘密みたいなね。俺、アキさんの好きな食べ物知ってます言ってた、あったよ、あった、アキさん何部だったか知ってた、あった、
その情報もったいぶるみたいなのあったんですよ。いやでもさ、当時にしたらめちゃくちゃそれが貴重な情報なんだよ。そっからいろいろほら引っ張ってこれるじゃん。そうね、だからもうみんな知りたいけど、でもその知りたいっていう様子を見せるとなんか負けな気がするから、はぁーみたいな感じではみんないた気がする。最終的にみんなもう話す時間長すぎるんで、みんな言いたすぎて言っちゃうんですよ。結局ね。そうくんじゃない、情報、情報通というか、情報通ではない。俺は好きな食べ物だけをずっと引っ張ってた。それで言うと、ジャックじゃない。情報分析とかは、うん、まあ、そうだ、情報持ってたと思う。結構なんか雑学が好きというか、そのアキさんのあんまキーとならないとことかをすごいなんかついてた気がする。詳しかったりも。グッチでも情報持ってたよね。その、なんていうの、雑学的なじゃなくてキーとなる、そう、キーとなる情報持ってたよね。早めにね、デート行ったりしたら、確かに、うん、確かに、それは、うん、全パターンの会話しましたからね、時間がすごい膨大やったからな。なんか僕はこう結構みんなのやってきたこととかをなんか聞くのがすごい楽しくて、そう、あのどういう研究してるかとか、僕は全然あのそうくんのその全然知らないですけど、ただやっぱ聞くと分かりやすくやっぱ話してくれようとしてくる、なんとか理解してもらおうっていう、なんかちゃんと言葉を選んで話してくれたり、それを聞くのがすごい楽しかったりとか、グッチもその医者、医療もその 大学時代からやってきた話とかもいろいろ話してくれたり、すごい楽しかったです、ね、みんなの話、なんかそのやってきた歴史を聞くのが僕はすごい楽しかったです。僕でもあの、まあ、みんな話したというよりもなんかすごい好きな時間があの朝食の時間で、みんなで日本好きな日本の曲を聴いてたんですよ、毎朝、うん、でみんなリクエストして音楽聴いて、なんかその歌詞にしんみり浸るみたいな時間、僕結構好きでしたけどね、うん、よかったよね。なんか俺思ったんだけど、あの時に日常が音楽で溢れすぎてて、うん、音楽のない世界に行ったら一曲一曲がめっちゃ心に染みるんですよ、うん、そうだね、そうですね、ちょっと泣きそうになってたもんね、本当に。なってました、小田和正とか聞いてね。なってました、なってました、なってました、スーパービーバー、そう、スーパービーバー。だからやっぱりあの環境だからこそ、うん、なんていうの、自分が受け取る情報のその鋭さとか、うん、いろんなその方向性、指向性を多分気づいたっていうのも成長だね、なんかね、うん、いや本当に、やりました、やりました。ちょうどそれだったら夕食のタイミングですね、あのなんかそういう話になって、うん、みんなでできないのっていうことで、あ、じゃあ一人一音ずつ出してうまいこと重ねればできるかもしれないって言ってなんかやったよね。やったやった、うん、グッチのやつなんだっけ、俺もうなんだっけ、ふーんってやつやろ。や、僕それにハモるんですね。ハモってた。あ、そうそうそう、それだった、ってやつ、ね、それやつ、それやつ、そうそうそう、嫌だった。あ、俺は覚えてる、覚えてる、これ、みんな覚えてるわけ、これ、タクヤ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 、違うか、ちょっと俺、あれ、俺何だっけ、あー、俺、OK、 俺はえ、うん、うん、そうですよ、一緒ですよ、俺と一緒、違う違う、ハモリだ、ハモリだ、ハモリだ、あ、いいよ、それでいこう、それでいこう、全然いい、全然いい、いける、これ、いや、これ違かった気もするけど、こんな感じです、うん、た、うん、たね、そしたら高い、俺低いの、そっちは逆に嫌だったかもしれない、いけるよ、いけるよ、なんだね、うん、た、うん、たって言うんですか、オーケー、そうです、ワン、出たよ、ワン、ツー、スリー、ツタツ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 、ツしたことで言うと価値観が広がったっていうことですね。やっぱり音楽の世界で生きてると、こう、まあ、音楽でどうやっていくかってことしか見なくて、みんなそれに向かって同じようなことばっかりやってる人、それはそれで素晴らしいんですけど、ただ僕みたいにオーケストラをやめて、で自分で音楽作ってやりたいからオーケストラやめるなんてかなり前代未聞のことで、あんまりそれを受け入れてもらえなかったんです。だけどそれをやっぱこうみんなに話した時にすごいじゃんって言ってくれたりとか、頑張ってって言ってくれたり、あ、僕はこういうふうに生きていいんだってやっぱこの旅で思えて、すごくなんだろう、人生がこれからもっと豊かになりそうだなって
いうふうな、そういう気持ちをもらいましたっていう旅でした。暑さも含めて。僕はどちらかというと自分の、まあ、いいところだったり悪いところで、自分はこういうことを大事にしてるっていうのを分かってたつもりではいたんですけれども、なんかモヤモヤっとした、なんですか、ちゃんと原告ができてなかった部分もすごいあったなと思ったんですけど、この旅を通して、まあ、アキさんとも向き合ったし、自分とも向き合って、なんか自分のそういうところがはっきりと言語化できたなっていうのが、すごいこの旅を通して僕は良かったなと思うところかなと思います。はい、この旅を通して、自分を伝えることの難しさと、なんですかね、楽しさっていうのをすごく感じたかなと思っていて、あの子供たちと僕触れ合うことが多いんでよく思うんですけど、あの個性がうんぬんっていう話ってよくやっぱ出てくるんですよ、今の時代って。なんですけど、個性がないとかあるとかっていうそこの議論がもうおかしいと思っていて、個性は人それぞれもう持っているというかあるもので、でそれに対していい悪いっていう判断もないはずで、なつまり自分はそのままでいいっていう、まあ、いいも悪いもないんですけどね、そのままが自分だっていうことをこの旅を通してすごく腑に落とせた自分自身がいるので、あのそれを僕の教え子たちにもそうですし、もっともっとたくさんの人にの肩の荷を下ろすことができる活動ができたらなとは思ってます。僕は旅出る前、どうしても自分のレッテルみたいな医師としての見られ方とか、じゃあ周りの友達とかもなんか評価をすごい気にする、お金稼ぐとかなんか役職とかそういうことにフォーカスしちゃってたところもあったんですけど、この旅に来てみんなと会って、マーキさんもやってきたことを投げて新しい目に向かってるし、みんなもそれぞれの新しいステージを歩んだりしてる中で、本当に自分のしたいことを胸張ってやってる人ってこんなにキラキラしてるんだなって。でもそこに評価も何もなくて、それをやってたらこんなにみんな楽しそうに生きれるんだっていうのに改めて気づかせてもらって、自分はそれをするし、もう僕はそういう評価とかに惑わされずにやっていけそうだなって今思えてるんで、それがもう何よりの収穫でした。この旅を通じて一番変わったのは本当結婚観だなと思ってまして、これまで恋愛、結婚って意識はしたことはあるものの、やっぱり分かってなかったりとか、恋愛だとなんかこの人可愛いよねとか相性がいいよね、一緒にいて楽しいよね、じゃあ付き合おうかみたいなことが多かったんですけども、いざ結婚ってなった時に、じゃあ本当に僕は何を求めているのかみたいなところがすごいこの旅で分かったことが一番の財産だなと思ってます。特に自分の弱いところを見せてちゃんと受け止めてもらえるのかっていう、ここってすごい人としては不安が多い部分だと思うんですけど、あこの人だったら受け取ってもらえるなとか、あのこのその、相手の女性がすごい困ってることだったら本当に自分をあの本当に 何も考えずにそういうことを助けたいって思えるかとか、そういう自分の中でこういう人と結婚したら自分が幸せになるんだろうなという基準ができたっていうのは、自分の中ですごい旅に参加して一番良かったことかなと思ってます。一番いろ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 ですね。僕が思うのはそもそもバチュレッテ1と、1と2とまた全然違ったバチュレッテ、タティアティっていう女性ですし、ホワイトローズを含めすごいいろんな今までないイベントがあるっていう、イベントっていうんですか、なんていうんですか、企画イベントがあるというところが僕としてはこのバチュレッテ3の一番の面白みであり、あの注目ポイントかなとは思ってます。なんかそれで言うと、あんまりバチバチしてないような感じが視聴者の方々からするとちょっと刺激が少し薄いのかなとか思うところもあるかもしれないですけど、こっからだからっていう、もうバチバチしてるよ。じゃん、だからそこはもうだから見てほしいなってめちゃくちゃ思いますね。バチバチぐらいね。確かその誰かを誰かが蹴落とすじゃなくて自分が上がるっていう、そういう旅なんだよ。そうだね、みんな一人一人が頑張る蹴落とすんじゃなくてっていう旅なんじゃないかなと思って、なんかやっぱり今まで通りなんですけど、そこはいろんな男性がいていろんなアプローチをしてて、それがもう全然タイプも違うし、このアキさんもやっぱ今までの人と全然違うから、それに翻弄されたりしながらね、でも切磋琢磨して話し合って
なんかみんなで成長していく感じがあったんで、そこは本当に見どころかなと思います。そうですね、まあ、僕がじゃあ これまでのシリーズとこう比較して、このシリーズになんか一つタイトルを与えると何なのかなと考えたら、まさにリアルだなっていうのをすごい思ってて、で、なんていうんですかね、本来ならこういうことはまあ、日常生活のいろんなところで起きていて、でその一部が本当にリアルな姿がこう描かれてるんじゃないかなっていうのはすごい思うところだ。